お待たせいたしました。たせいいしししままプログラムを再開いたします。なお、本イベントは新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から登壇者および関係者の健康・安全面を第一に考慮し事前収録した模様をオンライン配信で開催させていただきます。それでは、セッション。 経営改善支援に取り組める金融機関の組織、営業体制における運用上の工夫、米国実務との比較を始めてまいります。モデレーターを務めますのは、金融庁監督局、銀行第二課、地域金融企画室室長補佐、渡辺茂樹です。ここからの進行は渡辺さん、よろしくお願いいたします。 はい。渡辺でございます。本日はよろしくお願いいたします。まず、一番初めにですね、ご登壇者の紹介を簡単にさせていただきました。後にセッションの方に入っていきたいなと、そのように考えております。まずですね、埼玉で表面処理加工を営んでおります伊藤真美社長からご紹介させていただこうと思います。はい。伊藤真美様はですね、実際にあの、はい、 現在、えー、埼玉で、えー、表面書記加工を展開している日本電灯工業株式会社の代表取締役を務められておりますとで。過去です、ねまああの、30歳の時にあのまに、あえー、会社の方に戻られて、えー、そこから、まあ、事業に従事したと、実際に、まあ、事業者の立場からです、ねえー、会社について、これからの金融とかについてちょっとご意見いただければなと思っておるところでございます。はい、続きまして はい、株式会社野村総合研究所、えー、上級研究員を務める川橋瞳様でございます。はい、川,川橋様にはですね、えー、っとまあ、現在、えー、金融所も行っております、えー、事業全体を担保する新たな担保権の調査とかをも。えー 委託調査をお願いしておりまして、まあ、そこのこう調査の中で出たですね米国実務について、もしくはあのアメリカの地銀とのインタビューの内容について今日ご紹介していただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。はい、それでは続きまして。はい、音楽共立銀行にて震災役を務めておられます服部広様でございます。 えー、服部様にはですね、本日まあ地域銀行の現場において企業支援に取り組まれてきたご経験をもとにですね、さまざまな視点からお話を聞かせていただければなというふうに考えておるところでございます。よろしくお願いいたします。はい、続きまして、はい、えー、北海道のですね、北満北門信用金庫企業支援室長を務めていらっしゃいます伊藤耕作様でございます。 はい、伊藤様は、ですね、えーまあ、企業支援、えー、地域のですね企業再生に従事され、まあ、現在、ですね、まあ、金融庁が取り組んでおります、えー、事業者支援のノウハウ共有のシンポジウム等で、ですね、えーまあ、交渉をお,せあのお願いしているなどと、ですね、まあ、本日はこう実務者としてのこうご意見なんかをえいただけたら幸いだなと思っておるところでございますよろししくお願いいたします。 はい、えー、最後になりますが、えー、株式会社日本政策金融公庫、えー、中小企業事業本部、えー、北越、えー、北陸進越統括でございます島本さゆり様でございます。はい島本様にはですねまあ、政府系金融機関としてまあこ,これまでのですねキャリアをとしてこう一人のこう支援者として。 えー、まあいろんなこうご知見を、えー、頂戴できればなあと思っております。よろしくお願いいたします。はい。えー、それではですね自己紹介終わりましたので、えー、本日のセッションについて、えー、セッションに入っていきたいと思います。えー、と本日はですねまあ経営改善支援における、えー、まあ金融家の組織とか営業体制。 のえー、運用上の工夫と、そういうかつですね、まあ、米国実務を、えー、踏まえてという、えー、テーマになっております。でまあ、各業界、まあ、本当に事業者もあり、政府系金融機関もあり、民間金融機関もあり、で母さんあの、シンクタンクでありというさまざまな、えー、方にご登壇いただきますので、まあ、あのモデレーターをこう今回、ですね、まあ、押しつかることになりまして、あのまあ、実際、 このパネルをうまくまとめられるのかなという不安とともにですね、まあ本当にこう楽しみなセッションとか楽しいセッションにできればなと思っております。まあ実際あの皆さんとこう事前打ち合わせをさせてもらったところですね、まあこう金融機関と事業者がどのような将来をですね、共有していくのかとか、 今後どういうことを考えていかなきゃいけないのか、みたいなことが割とこう裏のテーマになっていくのかなと思っておりますので、えー、そんなところでこうセッションを進めていければなと思っております。はい、えー、それではですね。まあ、金融庁ではですね。現在、あのまあ地域金融機関に対してま持続可能なこうビジネスモデルみたいなことについてまあ、金融、行政方針等でお伝えをしているとともにですね。 まあ実際にこうどういうふうなこうリレーションを持ってえまあ今の状況であるとこう事業者をこうどういうふうにサポートしていくのかというところについてまあ整備環境を我々としては整えてきたわけですけれどもまあ実際ですねまあ日本のこう経済構造も大きく変わっているという中でまあ金融機関の置かれている環境も当然大きく変わってきているわけですけれども。 まあ実際、ですね、まあ、現場にいらっしゃるというか、まあ今度あのえー、地域金融機関と事業者のこう関係性とかもしくはまあ今までこう取り組まれてきたということについてですね、まあ、金融機関の皆さんの方からまず、えー、2つのポイントでちょっとお伺いできればなと思っております。えー、1つはですね、まあ 現在のこう組織でこう企業支援に関わる事業再生に関わるですねまあお取り組みいろんなことされているんですかとかもしくはそれに対してこうどういうふうな組織でやってらっしゃるんですかというのが1点目ですで2つ目はですねまあ実際に企業支援とか事業再生取り組むにあたってまあ企業どういうふうにこうえ企業とですねどういうふうにやっていくかにあたってまあ実際どういう思いとか どういうふうな創意工夫みたいなことをやってこられたのかということについて。えー、まずはですね、あの大垣協立銀行の服部様からちょっとお話し聞ければなと思いますが、いかがでしょうか。大垣協立銀行の服部と申します。よろしくお願いいたします。あのー、私はあの実務経験はありますが、決してあの事業再生であるとか。 えー、経営改善支援あのプロフェッショナ現在はまあ、えー、本部に、えー、の社員ですので、まあ、そうした実務経験を踏まえてお客様の対話あとの対話であるとか重要性評価、まあ、経営改善支援に関して、まあ、より良いこう仕組みを作っていこうという立場の人間ですので、まあ、あくまであの私の個人的な、えー、経験であるとか、えー、そういったことを踏まえてですね あのあくまで個人的な意見として、えー、申し上げさせていただきたいと思っておりますので、あの何もこう私のう所属する組織やの機関ですね。まあ、そういったところの、まあの見解を代表するものではないということだけ、ご容赦を賜ればと思います。あの、えー、まあ、現在まえ、あ、専門的なその経過税の組織というものを従えぐらいから持っておりますので、えー、そこを中心にですね。まあ、お客様の企業支援ということを。 携わってはおるんですけれどもあのやはりあのコロナ禍以降いろいろとやはりそうした取り組みはあ注,注力していかなければいけない。また、えー、金融庁の金融要請方針に回るようにですね、事業性評価に基づく金融仲介機能の発揮ということは、えー、従前同様お取り組みは続けております。あのこの事業性評価に、えー、基づく金融仲介機能の発揮というのは あの何も新しい考え方でも何でもなくてですね、まあ従来からのその伝統的な地域銀行にとってのその、えー、メインバンク制と概ね、えー、なんていうんでしょうこう新しい決して新しい概念ではないというふうに理解はしています。ただその中で、えー、まあ過去と比べて我々も提供する金融サービスっていうのは多様化しているわけですので。 お客様に対してそういったニーズっていうのを提供していく、まあのまそうしたことを進化していくっていうことの取り組みを続けています。で、あの私自身あの営業店現場でですね、経営改善支援にあたることをまああの割と多く経験はしてるんですけども、あの基本的にはあのそのそう工夫というまでではないんですけども、あの我々が できることっていうのは、やはりあのサポートであって、えー、やはりそのお客様、えー、事業者の方々がですね、えー、こう自立してこう歩んでいけるまでの、我々は多分杖なんだろうなというふうに理解をしています。で、まあ、その杖をですね、あのー、活用していただいて、あのー、いろいろとやはりお話を聞いてですね、えー いいいいろろなこの議論ををしていくってくとうことをおあの心がけてはいますた,ただ、あのー、決してその経営改善支援というと、なんか、イコールリストラというようなイメージがあるんですけども、あのま、私個人的なこととしては、選択と集中っていうことに関して問題提起はさせていただきますけど、人的なリストラっていうことは、えーまあ、基本的には提言はしない。 まあ、そうしたところの問題提供させていただいて、お客様自身にお考えいただく。まあ、そうしたことを心がけて、ええー、経営改善支援に当たっています。以上でございます。あ、ありがとうございます。えー、それではですね。えっ、ー、と、北門信用金庫の伊藤耕作さん。はい、お願いします。はい、えー、北門信用金庫の伊藤と申します。で、私らの、あの、北門信用金庫はですね。 まあちょっと他の金融機関と若干変わっているのは企業支援部署ございますけれどもあのほとんど金庫の業務には従事してないですねあの金融機関の業務に従事せずまあメンバーも私もそうですけどまあもうほぼほぼ90%以上もうほぼ100%地域の企業さんの方でこうで改善のまあ支援というかお手伝いをまあ協業で一緒にやるようなイメージで再生ももちろんそうですけども まあなんとなく計画を作ってこうまあ指導するみたいなスタンスではなくてもう本当に企業さんの中に入っていってまあいろんな実務にこう従事するというところは特徴的ではあります。でもともと私自体がもう12年前に北門信用金庫にお世話になりましたけれどもそれまではあの地域の中小企業にもうそのまま入ってあの役職いただいてあのコンサルタントではないような形で再生をしてきたのでまあそのままを。 あの今の信用金庫の中でやらせていただいているというような体制ですね。なので、まあ、当然その再生っていうと大きな債権カットだとか劣後論っていうのもありますけれども、まあ、それ以前の経営改善支援もっとあと事業承継であるとかそういうところまで幅広にはやってます。ただですね重、まあ、いというか創い工夫というか苦慮している部分としては、まあ、やはり私はもともと企業側にいた人間なので。 割とこう企業さんの中に入っていって企業さんのスタンスでこうものを考えていくとか時間とか例えば選択肢が限られた中でやらなきゃならないいわゆるそのなんていうんですかね条件とかそういうものについては割と体感できるんですけどそれをこう部下にこう教えていくっていうんですかねその目線をこう体感していただくこととあのやはり企業家の目線だけじゃないところでまあどうやって企業さんに入り込んで いいただけるのかなという部下の指導とか教育の方は結構工夫というよりは苦慮してるなという感じはありますね。あともう一つやっぱり課題があるのはどうしても限られた組織人数で集中してやりますのでやややっぱりそこに知見が偏ってしまうと組織的な展開がこうなかなか今後の課題だなというのは私も10年以上「あの北門新規」で仕事をさせていただいてますけど、まあ、これが今度大きな あのポストコロナに向けての課題なんじゃないかなというふうに認識はしております。以上でございます。はい、ありがとうございます。それではですね。ちょっとこう政府系の立場として、こう島本様から。コメントいただけると幸いです。日本政策金融公庫の島本でございます。私が所属しております。中小企業事業の。あの仕事の、まあ、内容、役割、特色といったところから、まず簡単にお話しいたします。 日本広告中小企業事業はまずですね長期資金を安定的に供給させていただくことで民間保管の機能を発揮するという一つの大きな役割がございます。日本の中小企業はやはりどうしても大企業に比べると資金調達力が乏しいという面がないわけではないですのでそういった中で長期資金を安定的に供給し えー、中小企業の皆様が円滑に成長発展していくためにですね適時的確に例えば設備投資をされるで、そういった時と合わせて、えーえー、継続的な財務体制の強化も必要となってきますのでこのために長期の資金を安定的に供給することが大変大事なことでありますまた、えー、私ども中小事業では、えー、政策性の高い特別貸付を推進することも、えー、大事な仕事でございまして 時代の要請に応じて政策というのは変わってまいりますが例えば新事業の支援、えー、事業再生の支援海外展開の支援また事業証券の支援といったさまざまなこの支援に対してですね、えー、政策性の高い分野に資金を供給して政策誘導を行うというこういった役割も担っております。 でえー、企業政策と企業をつなぐというこの使命を果たすために私どもはご融資をするだけではなくて、えー、あの情報提供も行いながら、えー、日本の中小企業の成長支援を、えー、したいということを考えておりまして、えー、ちょっとこれは、孝行の中で言っている言葉なんですけれども、えー、継続的に経営課題をやはり解決支援をしていく。 お客様の成長、発展をサポートしていくということで、私たちが目指すのが、ですね広告の DNA という言い方をしているんですけども、具体的には、ですねお客様からいただきました決算書等の財務書類をしっかり精査する、それからお客様と対話、特に経営者の方と対話させていただく、そして現場ですね、製造業の方であれば、工場の現場に実際に入れていただいて、現場に足を運ぶと。これは私どもは 高校の DNA という言い方をしているんですけれども、これを発揮してですね、目指しているのは、新型のホームドクターとして、お客様の課題を把握して、そしてお客様が発展していくための情報を提供させていただく、あるいは経営に関するアドバイスなどもしっかりやっていくということが、我々の、まあ、業務の内容であります。で、ちょっと私の経験といいますか、非常に最初に 高校に入りましてから融資の仕事を中心にやってきているんですけれどもあの上司からですね企業のことをよく知りなさいと、えー、企業をよく見てくださいということを言われたんですがなかなか最初、ですねその決算書の数字を、えーまあ、時系列的に見てその変化から仮説を立てて今の企業の置かれている状況や課題についてですねある程度仮説を立ててお客様と対話をする。 でそれだけではやはり足りなくて、現場に足を運び、そしてです、ね、業務の流れを理解するとかです、ね、企業さんのお仕事の内容を理解するとか、資金の流れを理解するために、帳簿やあるいは会社の原資料を見せていただくと,といったこともやってまいりました。 それからあの、まあ、特に大きな設備投資をこれからされるという時にはですねどういう目的でどういう効果があるかということをいろいろ私どもを確認するために実際のお客様の,この販売先取引先にもヒアリングをさせていただいて企業の製品や技術の強みというものを確認するということも非常に私ども中小企業事業では長年取り組んでいることであります。またその際にに民間金融機関に 問い合わせという形でですねお邪魔させていただいてその企業のいろいろなです、ね、歴史ですとかやはりその民間金融機関から見たあの評価というのをです、ね、大変参考にさせていただきながらこれまで仕事をしてまいりました。まあ、私とししててはやはやりお客様が持っっいらっしゃる将来 将来設計とかですね、ビジョンとかですね、そういったものをお客様と同じようにこう認識ができるようになる、そういう担当者になりたいなと思って、えー、頑張ってきたつもりなんですけど、なかなかそのお客様の考えていらっしゃることと、まあ、金融機関ではやはり数字から入りますので、そこのこう目線合わせをしていくということについては、非常に、えー、やっぱ時間がかかってしまったなということがあって、えー、職員の教育の面ではそういったところにも非常に力を入れないといけないのかなというところであります。以上です。 皆さんありがとうございますあの、まあ、今、あのまあ、地域銀行、それからまあ共同組織金融である信用金行それから政府系金融機関であるまあ日本政策金融高校のお三方の方からご意見いただいてです、ね、まあ、同じこう中小企業のこう成長をこう促していくという,こう同じ目標なんですけど、まあ、いろんなこうオプションがあるんだろうなと。 でもう1つは、やっぱりこういろんなスコープもあるなみたいなふうには思ったというふうに思いますと、でここで,です、ね、あのぜひ今,あの今度はこう事業者のこう立場から、まあ、金融機関にこう,こうだったらいいなとか、もしくはこうご自身のご経験を踏まえてです、ねえー、伊藤真美さんの方からコメントいただけると幸いです。はい 改めまして、日本伝統工業の伊藤でございます。よろしくお願いいたします。今、あの、お話にありましたように、その自分の体験談からということなんですが、私は、あの、ちょうど約20年前に、あの、会社を継ぎました。で、その時の会社の状態というのは非常に悪くてですね、あの、創業者である父がかなり前に亡くなっていって、で、後継者、まあ、社員から後継者が上がったんですが、その方の、ま、訪問経営の結果、 ほぼ無借金だった会社が債務超過にはなっていなかったんですがあの債権の一部が整理回収機構に回っていたので、えー、と既存の,その特にメガバンクさんが多かった時代なんですがからは全く相手にされずもう亡くなっていく会社だという認識を受けて皆さん受けてましたのであってもくださらないような。 あの感じだったんですねでそこからどうやって再生をしていったかというと、まあ、冒頭であのリストラの話とか出ましたけど人員削減のリストラは行わず、えっと、構造を変えていったであの、まあ、銀行さん相手にしてくださらないんですが、まあ、一生懸命こちらから行くわけですけどもやっぱあのすごくひどい銀行さんがいらっしゃって <laughs> アポイントもすっぽかされるほどあの。 本当に金融機関ってひどい人間じゃないって思ったぐらい嫌な思いをさせて、まあ、結果、いい経験だったんですけどでそこからやっぱりこう街ではなくもっともっと自分をアピールしていかなければいけないと思ったのであの結構いろいろなところに出向いたり逆に自分から、えー、と金融機関地元の地域の金融機関に営業をかけに行ったりはするんですがどうしてもその、えー、整理回収機構の債権がもう邪魔をするんですね。 であの結果的に、あのまあ、それこそ政府系さん、日本政策金融公庫さんは、えー、サポートに入ってくださって、それは、えっと、債権は変わらないんですけれども、あのこの構造を変えていく中で、黒字、まあ、利益が出始めていくわけですねであの、増加運転資金が必要だっていう認識のもと、返済をストップしてくださったんです、あのいい意味で。で、あのー 今ほどその時代が中小企業支援に傾いていなかったのですごく逆風はあったんですけどもその中でやはり当社を支援したいという金融機関の方との出会いもあってで先ほどその数字だけでは決算書だけでは語れない部分があるんですけれどもあの会社に訪問してくださって技術を見てくださりそれから社員とか、えーまあ、会社の未来に、えー、かけてくださって何、まあ、て言うんですかね借り換えが成立してそこから 今があるんです,けれどもですからその金融機関さんもいろいろ時代時代でねその国の方針によってどうしてもこう向かなければいけない方向性ってあるんですがあの思ったのはやはりどんな時代が来てもあの頑張ってる企業を見る目というのは是非持っていただきたいですし数字だけではなくてやはりこう現場にしか見えないもの現場に行くからこそ見えてくるものであったり、まあ、経営者が何を語っていくかあの薄っぺらい語り部ではなくて。 ちゃんとこう長期中長期ビジョンをどれだけ持っていてどれだけのことを行動に示しているかっていうのを見ていただいた上でこの企業は助けるべきだいやここはもうダメだっていうふうに明確に判断していくことが本来活性化していくきっかけになるかなという印象を受けています以上ですはいありがとうございますああのー、まあえー、くしくもですね私自身が元もともと、あのーまあ、地方の信用金庫をし の出身でですね、まあ、今金融庁に勤めさせていただいているわけなんですけれども、まあ、実際にこう私も今こう、えー、地域金融マンから行政官に変わって たらやっぱりこうなんかいろんなバイアスがあるなというところはこう非常に思うところがあってですねまああのー、実際にこうやっぱりこういろんな立場でし,か,らしか見えないこと逆に言えば見,見に行かなきゃいけないことみたいなこともあるんだろうなみたいなことを、えー、皆さんのお話を聞きながら、えー、感じたところでございますで実際にですねまあ実際あのこうリファイナンスが、えー、できて、えー、あのー まあ会社の成長というか、のこうきっかけになったみたいなお話あったと思うんですけど、その時のこの例えばこう、どういう目線で、その、えー、金融機関は、えー、御社見ていただいたのかとかってありますかねそうですね、あの多分えっ、ー、と当時の金融検査マニュアルですかね、検査マニュアル,ュアルっていうんですかね。 の,その数値的な基準ではうちはアウトだったのであの、まあ、それこそ,その先ほどあの、えー、と伊藤さんもおっしゃってました人をどう育てていくかだと思うんですけどその担当者の見方とかその企業の評価の仕方っていうのがものすごくこう個人差が出てくると思います。まあ、もちろん銀行のカラーもあると思うんですけれどもで当社に関しては、まああのまあ、政府あのまはこういう えと政府系さんの範囲内でできることで民間は民間の範囲内でできることってやっぱりわ分けてるのでそのダブルのサポートがないいとと無理だっていうことだっってうこたんですねですけど、まあ、既存の,あの金融機関さんはもう全部相手してくださらないのでたまたまあの出会った地ぎになるんですかねそこの,あの上の方とお会いした時にあのやっぱり現場をしっかり見てくださったのとあのよ今もちょっとお会いすると言われるんですけどやっぱり社員教育。 あのその会社にどれだけの技術があるかその例えば表面処理の専門家ではないけれどもちゃんとは社員が愛されているのが分かるっていうんです挨拶含めて現場が整理整頓されているかとかそういう企業にダメな会社はないと今結果的に数字があまり、まあ、よろしくなくても絶対これはつながる次につながるような行動をしている会社だから間違いないと思って。あの 応援したんですよっていうふうには言ってくださったのでその小さなことかもしれませんがあのやっぱり経営側もそういう細かいビジョンを社員に伝えていくあの将来性をしっかりと語っていくこともあの技術も重要ですけどそういったこうなんですかね理念みたいなのをしっかりしていくことが大切かなと思います。あ ありがとうございます。なんかあの、企業の次をどう見てもらったのかみたいなところで言うとですね、まあ、これをこう、大きな概論的に言うとですね、まあなんかあの、今の流行り言葉なのかもしれませんけど、こう、事業性評価みたいな言い方になるのかと思いますが、まあ、例えば、まあ、事業性評価というのは、まあ、なんかこう、ペーパーを書くという意味では多分なくて、こう、事業をどう今後見ていくのかとか、それをこう、えー 何ですかねまあ、今の話で言ったら共有していけるのか、ベットしていくのかというか、ね、ななやっぱり,こうやっぱりこう銀行としても、取引先の将来をどういうふうにこう見定めていくのか、もしくはそ,そこに決まらなかったとしてもです、ね、将来をどう見ていくのかみたいな話になるかなと思うんですね。 でまあそこでですねちょっとこう今回えっ、ー、とアメリカのこう地域金融事情について、えー、川橋さんの方からですね少しこうご紹介いただきながらですね次のこうちょっと高機材に入っていければなと思っておりますそれでは川橋さんよろしいでしょうか野村総合研究所の川橋ですよろしくお願いいたしますスライド すみません、えっと、こちらの,あのスライドをご覧ください、えっと、まずあの、えっと、米国調査のポイントとしましていくつか挙げておりますがまず、融資再生実務に関しまして、えっと、米銀ではですね過去2度のクレジット危機器を経験しまして問題債権を作らないという意識がもう浸透しています。でこれはですね 借り手の事業継続というものが、まあ、銀行だけでなくて、まあ、経済全体にとっても一番良いことというふうに考えているからです。 でその上で,です、ねえー、調査結果のポイントですけれどもまず1点目がです、ねえー、借り手のニーズおよび、まあ、財務特性に合った商品提供を重視していることです。でこれはです、ね、あの問題債権になる貸し出しというものはです、ね、貸し出し時にです、ね、適正にストラクチャーされていないことが多いというあの担当者の経験に基づいたものです。 例えばです、ね、あの少しであっても必要以上の資金を貸すことということは訪問、ね、経営につながるとアメリカでは考えられています。 で2点目は、ですね基中管理、えー、これはですねコベナンツ定職ですとか延滞が生じる前に問題を特定して対処することに主眼が置かれています。でこれはですね、えー、先ほど述べたように事業継続がですねり借り手と銀行にとって一番良いことだと。 いうことからなんですねでい,い点をしたすべての銀行がですねコベナンツ停職や、まあ、延滞が生じてから対応するのではもう本当に遅すぎるというふうに回答されていました。で3点目の事業再生でございますがこれは借りり手の意思を尊重重すすることとが何よりも重要といいう,うに考えられていますですから銀行はですね資金供給という観点から事業再生を支援しています。 でこれはですねあの経営に口出ししないというです、ね、貸し手責任の観点からだけではなくてそもそも事業再生の成否というのはあの経営者にに依存してていいいるるという,ふうに考えられているかられかなんですねで事業再生っていうものは、えー、先ほどちょっとお話もありました通り借り手と銀行の相互の信頼関係を、まあ、前提としておりますので両者の間に認識のずれがある場合は うまくいかないというふうに考えられています。で、その場合、米国ではですね、事業再生の専門家がですね、借り手と銀行の仲立ちをすることもございます。で、最後にですね、借り手と良好な関係を構築すること。これはですね、えー、問題の早期発見や事業再生を円滑に進める上で重要であると考えられています。銀行がですね、借り手に協力的であれば。 借りても銀行に協力的であるとのことでこれはですね米国で、えー、問題債権処理の採算が、まあ、トントンで収まる理由の一つにもなっています。なおあの調査の結果に基づけば、まあ、規模の小さい銀行ほど借り手の意向や、まあ、ニーズに柔軟に対応していらっしゃいます。えー、続きまして、えっと 営業体制と人事戦略についてです。けれども、えー、米銀では、ですね。借り手の信用力の低下をとにかく早く検知するというための体制を構築しておりまして、それに必要な融資や審査の専門人材の採用と育成に取り組んでおります。で営業体制のベストプラクティスですが、えー、基本的には融資担当者と審査担当者の二人一組で、えー、借り手に対することが良いと。 いうふうに考えられていますで、融資担当者の役割はですね借り手とのリレーションシップの構築と維持そして営業ですねで、一方審査担当者の役割は審査とその後の信用力のモニタリングですなお今回インタビューしたほとんどの銀行がですね審査担当者と借り手が直接会話する体制をとっています でこれはですね金融危機以降アメリカではですね事業部門がですねリスクとリターンに責任を持つことそしてですね事業部門のリスクテイクやリスク管理をですね支援することが審査部門の重要な役割の1つであることが明確に認識されるようになった結果です。次にですね有志担当者のキャリアパスなんですけれどもアメリカではですね審査業務を経験した上で有志担当者になることが望ましいと。 いう,ふうに考えられていますでこれはですね融資担当者が経営者や、えー、財務経理担当責任者に対する立場にあるからなんですね。で規模が小さいあの銀行になりますとそのコミュニティ全体へのです、ねえー、評判への配慮からですね、えー、よりあの業務経験の豊富な融資担当者を重視する傾向が強くなります。 で中小銀行はですね大手口で審査やえリレーションシップマネージャーの経験を積んで管理職を経験した人材を積極的に中途採用しています。で米国では大手口のですね確率的な審査や融資がつまらないということでですね中小銀行に転職する専門人材も多くおります。で専門人材をですすね中途採用することによって、えー、審査や融資 営業に関する知識やノウハウを自分たちのところに移転することができるということも大きなメリットと考えられています。そしてですね、これはですね、業界全体の審査とか有識の実務のレベルアップに繋がっているということです。 はい、川勝さん、あ、川橋さんありがとうございます。あの、非常にですね、こう、なんだろう、あの、日本の、えー、地金融におけるですね、こう、なんか物差しみたいなものと、えー、今お話を聞く、 こうアメリカの実務というものが何かこう根本的に違うのかなみたいな印象を受けたところでしたとじゃあ,あのちょっとコンパクトにですねあの小さい金融機関の、えー、北門審議の伊藤さんコメント頂い,いてもよろしいでしょうか、はい、あのコンパクトな金融機関から最初にお答えいたします,、えーとですね、まさにあの今ちょっとこう見た中でもうこの通りだなっていう まあ我々がこうやってることって言ったらおこがましいですけどいやいやもう相当近くてであの先ほどちょっと冒頭の自己紹介の時でも私はあの割と自由に企業の方に入ってあのやりますという紹介をしたんですけどもそれ言ってもですねなんとなくこう金融機関とか専門家が乗り込むと経営の根幹をこう右のものを左に変えるみたいなイメージがあるんですけど実際の実務はその真逆ででしてねあのもちろん経営会議とかに参加す,するオーダーがあれば 参参加加しししまますす議論にも参加しますただ会社が右って決めたらその右を達成させるためにどれだけこう手伝えるか力発揮できるかっていうのにが実はその再生の実務ってそこにあるんだろうと私長年やってて思ってるんですよ。でまたオーダーによっては議論に参加するんではなくてあるミッションのいわゆるそのプロジェクトそのものを実行することを任される場合もあるんですけどその時にですねなんかこう。 経営全体とか会社さんがやりたいことを批判するみたいなことにはもう到底そんなことは実務ではやりませんのでそういうことも非常にこう調査結果の中で米国のです、ね、調査結果の中にこうたわれているというのはわれわれとしては勇気になるというかあの間違ったことしてないんだなという意味で非常に嬉しく思って聞いておりました。あ,ありがととううございますす、えー、それではではねなんかあの、まあ、少しこう、えーと 地域銀行のです、ねえー、服部様にです、ね、何かこう、まあ、商品のこう設計とかもされているということもあろうかと思いますので、なんかこう資金供給とかに含めてです、ね、なんかこんなことやってますみたいなお話しいただけたらありがたいなと思います。うんまあ、あの基本的に 事業性融資というのは、消費性ローンとは違いますので、基本的にはオーダーメイドのものだというふうに思ってます。なので、あの、確一的な商品とかサービスをもちろん、その我々もご提供はさせていただくんですけども、あの、川橋さんの資料にもあったように、あの必ずやはり、あの、借り手のニーズであるとか、その財務の特性、 そういったものをやはり踏まえた上で、あのー、その商品サービスの提供というものをやっていかなければいけないなということは認識はしております。あの例えば、こんな商品作りましたよとか、こんなサービスできましたよ、どうですかっていうような、あのー、ご提案というのはもちろんそれはそれで、えーまあ、例えば、キキ時にはそういったあプロダクトアウト型のものっていうのは有用なのかもしれないですけれども。 あのやはりこうお客様のニーズをこう無視したあ、無視というかです、ね、軽視をしたようなその商品サービスありきのものっていうのは、あのやはりそういったところは少し、えー、変えつつ、変わりつつあるのかなというような認識を持っておりますので、あのその部分はあの私も、例えば営業店、インディリンテして、まあ、現場職員とこう話す機会でもそういったことは、えー、お話しする。 いうことは認しております。以上です。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と現在ですね、やっぱりこう日本のまあ、少子超高齢化とか、えー、まあ実際に今コロナで我々はあのマスクをしながらですね、えー、このようなセッションをしなければならないような状況です。で実際にやっぱりこう。 現在ですね、まあ、中小企業を含めた日本の経済構造をどういうふうに支えていくのかの鍵になるのが一つやっぱり地,地域金融機関とか、まあ、金融機関なんだろうと思うんですね。でただあの一方で、えーとまあ、今一般的にはこう企業支援って儲からないとかですねそういう,こうお話があったりするんだけれどもなんかあのこう少し今のこう母さんのお話を聞いたり。 えー、一方あの、金融マンの皆さんのお話を聞くとですねやっぱりこう打つ手はもしかしたらあるのかなともしくはあの今まで伊藤、えー、真美さんのお話を聞くと、まあ、過去はダメだっていう落印を押されてたんだけど今は、えー、リファイナンスをしたことで会社は復活し、えー、その後に。 まあ今、えー、とたくさんの雇用を抱えていらっしゃるみたいなことを考えるとですねやっぱりこう我々はこうちょっとこう目線を変えていろんなことを取り組んでい,いってもいいんではないかなみたいなふうに思うというところでございます。でさあの実際ですねちょっとこう、えー、とちょっと時間の都合もあるので最後にこう皆様からですね、まあ、1人こう2分ぐらいずつちょっとお話をいただきたいなと思うのは。 えと一つは、まあ、実際に、まあ、今日こう短いセッションではあったんですけれどもちょっと,こう、えー、とアメリカのこう実務を含めて、えー、何かこ,うこんな、えー、ちょっと思うところがあればぜひお願いしたいなと、えー、っていうのが1点です。でもうう一つはは、ねまあ、実際にこう皆さんは立場というか、えーと 実際に組織が後ろにいたり、もしくは今の業務みたいなものがあると思うので、まあ、そんなところの中で、ですき、ねまあ、今日のこうお話、えー、とぜひこう皆さんに、こう今回の視聴者の皆さんにです、ね、えー、なんかメッセージを皆さんお願いできれば幸いだなと思っているところです。えー、それではではすねあの一番、えー、あ それではあの政府系のですねえ島本様の方からえお願いできるとありがたいです。よろしくお願いいたします。はい。今日は大変あの皆様の貴重なご意見や、またアメリカの商業銀行のインタビュー結果など、えー、あの参考になるお話が聞けて大変良かったと思います。でアメリカのお話の中ではやはり最終的には。 事業者と金融機関の信頼関係という言葉が出てきていたのが非常に私の中では印象的でした。やはり、あの、根本的にあるのは、あの、融資をする、受けるという関係性の中にから生まれてくる信頼関係なのかなと思います。で、私からは、あの、あの、まず民間金融機関との、私ども政府系金融機関との関係性について最後にちょっとお話ししておきたいと思いますが、あの、私ども民間金融機関の皆様とコロナ前から 各種の制度の,あの勉強会をさせていただきましたり意見交換会を重ねてまいりましてえ協調融資という形での、えー 取り組みをですね、まあ、取り組んできたところではあるんですがこの関係性を非常にあのしっかりあの構築してきたというふうに私どもとしては思っているんですがコロナ禍において大変これが良かったなというところでありましてでお客様を民間企業機関の方からご紹介いただきました特に新型コロナ資本性別五郎に関しては民間企業機関から直接ですね企業をご紹介いただく機会が大変増えましてこれは本当に私どもにとってありがたいことであります。 で私どももあのマンパワーも限られるあの、組織としても視点数も限られますので、その中で情報が一番足りないんですけれども、まあ、お客様の、えー、ご理解をいただいた上でで、すね民間機関の皆様の方から情報提供をいただいたりして、事業性評価にそれが非常に役に立ったということもありまして、関係性はこれからもですね、えー、しっかりとあのお互いの信頼関係というのを築いていきたいというふうに考えております。でコロナの影響を受けたお客様 をど支援するのはもちろんなんですが、アフターコロナを見据えまして、新事業や海外展開、事業再生等に取り組む事業者様についてもです、ね、私ども政府機関、民間機関の皆様とご一緒に支援をしていきたいなというふうに考えておりますので、何かございましたら、あの近くの日本高校の方にご相談いただきたいと思いいいいまますすよろししくお願いいたしますはい、ありがとうございます。 大変心強いメッセージでございました。それではですね、ちょっと先ほどと順番を変えてですね、じゃあ、川橋さんに次お願いしたいなと思います。 はい、あの私は米国の調査を担当させていただきまして、金融機関の皆様にあのリスク管理は何のためにやっているのかということをもう一度考えていただきたいなというふうに感じております。えっと米国ではですね、審査や融資のですねノウハウを高度化するというのはですね、きちんとリスクを取っ で収益を上げるためなんですね。えっ、ー、とお客様によくサービスするために技術を磨くという観点からあの考えていただけると、えー、今後いろんなことが変わってくるんじゃないかというふうに思いました。以上です。はい、ありがとうございます。えー、それでは、えー、伊藤耕作さんの方をお願いします。はい、えー、あのー、まあちょっと。 ポストコロナということになってくると、まあ、ちょっとハイライトに言いますと例えば抜本再生の再建カットだとか DDS だとかっていうことも、まあ、これもですね、まあ、ある意味では大きくまあ再建を劣後させたりするわけですから、まあ、その行く先にいわゆる成長性とか事業性とかを見出してないと当然これやれないことの一つなんだろうなとでかつやっぱり地域我々あの東京以外のところの地域なのでコロナの後ってこう地域の 経済の再編とそういうことも出てきますからでそうなった時にもやっぱりその再編の中の一つの考え方としてはもう縮小だけではなくて成長性とか事業性を見極めていくっていうのはすごくと大事なことなので、まあ、今回の,あの米国の実務調査とともにですね、まあ、今おそらく研究されてあの運用されてくるんでしょうけどもあの事業成長担保権であるとか、まあ、そういうところの考え方がよりこう地域の金融機関にですね あの浸透してってくれれば、我々のこう名人芸というかですね。治験の偏りなく、あの広くこう展開できるんじゃないかな。というのは今日のセッションで学ばせていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。まあ、事業の将来を見るというところとかでですね。まあ、本当にあの今、えー、協議されております。事業成長担保権みたいなことも、やっぱりこういう文脈の中にあるんだなと。 えー、そういうふうに思うわけですが、えー、それでは、えー、服部さんの方に、えー、次はよろしいでしょうか、えーまあ、そうですねあの、お客様との関係ということに関して言えば、あのそれはあの今後もその関係性をこう密にしていくということは、今後も変わらないし、あのむしろわれわれ地域県民にとってはそれは変えてはいけないことだというふうに思っております。 ただ、河瀬さんからのお話もありましたようにアメリカの金融機関特にそのリージョナルバンクでの,そのお客様とのリレーションをより密により高度化をしてそれによって高い収益性を維持しているというのは我々にとっても何か今後の,その重要性を示唆しておるように思われますし、まあ、当然、その中には、えー 我々金融機関もそうですけども、事業者さん、お客様の方にもメリット、デメリットはあるはずですので、そこをやはり整理した上えで、今後、対応していく必要性があるのかなというふうに感じております。また、お客様と接している中で、今後の,そのアフターコロナであるとか、ウィズコロナということを考えていった場合に、やはり共有をしていくっていうことが重要なのかなというふうに思っています。で あの金融機関とお客様との間での情報の非対称性ということもありますし、えー、世代間での情報の非対称性ということもあるでしょうし、えーまあえー、政府系金融機関それから民間金融機関との間での情報の非対称性というのもあるんですけどもそのところをいかにして、えー、共有をして一つのベクトルに向かって進んでいくかということがおそらく今後大事なのかなというふうに思っています。でですので あのー、我々金融機関にとっても、例えば人事ローテーションであるとか、えー、組織体制であるとか、まあ、そういったところっていうのは、ふだんのこう見直し、えーそう、そういった工夫を続けていかなければいけないでしょうし、事業者さん側にとっても色々、いろいろな理解をしていただく、ご理解を賜るっていうことも必要でしょうし、それから、まあえー、例えば政策的なところで言うと、 我々金融機関としては、もう少し規制を緩和していただきたいなというところもあるものですから、今後の,その全体的なことを、また、金融庁でご検討いただいているような事業成長担保権というのも、一つのツールというか、新たなその選択肢の一つになり得るというふうに考えておりますので、その辺のことというのは、これからも工夫は続けていきたいなというふうに考えております。以上でございます はいいありがとうございます、えー、それでは伊藤真美さんの方から、はい、お願いろんな方のお話を聞いて改めて感じたのがこんな厳しい時期だからこそ改めて双方、まあ、あの企業側それから金融機関側のミッションは何なんだと持続可能要は今だけがいいのではなくて次の世代もその先も日本を良くしていくために えまあ借り手という立場だから下に出るのではなく本当にあのビジョンをしっかり持って語り合うそして金融機関さんもあのまあ目利きではないですけどもちゃんと将来を見据えた上での,あの企業を支援する甘やかすのではなくて支援するで共に成長していかなければ次世代っていうのは発展していかないのであのそういう意味では。あの まあアメリカのように組織に勤めるのではなくて多分こうプロフェッショナルとして何がしたいかっていう方たちが多分金融マンの中に多くいて日本はどうしてもなんてこう組織とか建前とかをすごく重視する国なので、まあ、悪いとは言いませんが少しこう感覚を変えていかなければあの日本独自の,その技術ある企業が、えー、救えなくなってしまうケースもあるのでぜひそんなあの動きになればと思っていますありがとうございます。 はい、えー、皆さんありがとうございました。えー、と本日のセッションではですね、まああのー、多分こう。 限られた時間の中だったと思うんですけれども、えー、こう大変示唆に富んだえ内容もしくはあのこうキーワードみたいなものがこういくつかあったのかなというふうに思います。えー、と私の方こうなんかあの言い方としてはちょっと正しいのかわからないですけれどもなんかこれまでこう信じてきたことがですねもしかしたらこういう時う代になってきたらちょっとかこう変わっていくのかとか変わか。 まああのこう何か違う目線とかで見ていくっていうことも大事なんじゃないかなということは先ほどあの川端さんがこうリスク管理は何のためっていうことはリスク管理はしてるんだけれどもそのこう見方とか変えたらそうなのかとかっていうことなのかもしれませんし何かこうえ貸借手として下手に出るのではなくてこう同じ目線でどういうことをしていけるのかみたいなところはえー こう伊藤社長の方と、えー、それから服部さんの方もお話をしていただけたのかなということなのかなと思っています。で実際にですね、まああのえー、今後のですね、まあ、あの日本の経済をどういうふうに支えていくのかという中で考えれば、えーとまあ、本日のセッションがですねこう皆さんの中のこう一つのこう 考えるヒントというかきっかけになっていただけたらいいなというふうに、えー、考えております、えー、ちょっとまとまりのない、えー、最後の、えー、締めになってしまいますけれども、えー、本セッションはですねこれにて終了させていただきたいと思います、えー、ご視聴ありがとうございましたパネリストの皆様モデレーターの渡辺さんありがとうございました 以上をもちまして、リージョナルバンキングサミットリンサム、日経地方創生フォーラムデイワンを終了とさせていただきます。なお、本日の講演の模様は、4月上旬の日本経済新聞紙面にて掲載を予定しております。また、本日の配信は、後日、日経チャンネルにてアーカイブ配信を行います。併せてご覧ください。ぜひ、アンケートへのご協力をお願いいたします。 視聴画面下にアンケートフォームがございます本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございました